今回はグロー&バイグロミンの作品紹介をしていきます。こちらは前回の動画で作っていた愛と夢のソラリングです。マジックアワーをイメージして雲を浮かばせた愛と夢という文字が書かれているリングになります。こちらはステンレス金属アレルギー対応のフリーリングとなっております。こちらは背景を変えてみました。背景を変えると透明感がお分かりいただけると思うんですけど、すごい綺麗、透明のグラデーションですね。はい、でこちらがめちゃくちゃデコったヘアピンです。で、あのタラッとチェーンのパーツが垂れるようになってて、これも一つ一つ組み合わせて作りました。で、後ろがあのブローチにもなってるので、ヘアピンとしてもブローチとしてもお使いいただけます。こちらはアクリルシリーズジェンダーレスデザインで作りました。これもあのサージカルステンレスを使ったアレルギー対応のピアス、イヤリングです。アクリル綺麗ですね。ロゴも入ってます。で、こちらはすごく大好きなおもちゃシリーズ、だいたい一点物が多いんですけど、はい、あ、こっちはロックな感じのやつですね。だいたいこういう個性的な形とかデザイン、色味とかを使って作ってます。で、こちらの新作は今年の2月1日から3月31日までの2ヶ月間ラフォーレ原宿さんの愛と狂気のマーケットというお店で販売することが決まりました。めちゃくちゃ楽しみです。今準備頑張ってます。はい、1日は私もいますので、ぜひ会いに来てください。